ショート管理空手道日生会の中島です。今回はインターネットなどで買える空手用品のことについて行いたいと思います。インターネットでたくさんの商品扱っております。自分もこのマイク、インターネットで買ったものです。空手用品もたくさん出ております。インターネットの商品、大丈夫かどうか聞かれたりしますので、今回お答えしたいと思います。このチャンネルは、全日本空手道連盟のルールに基づいて行っております。各流派の大会などもあるかと思いますが、その流派の大会などの質問については、担当の方に聞いてください。まず防具の方から話したいと思います。知り合いから名宝にそっくりのものがインターネットであるので、大会で使えますかという質問を受けました。自分もその話を聞いて探してみたところ、やはりありました。1万円ぐらいで安く売っておりました。検索して探している最中に、剣サポーター、胴当て、帯、足の防具など、いろいろと出てきておりますので、合わせて話したいと思います。ここに剣サポーターと、名宝があります。見ていただくとわかる通り、全日本空手道連盟のマークがあります。その上、全日本空手道連盟検定と書いてあります。名宝の方は、ここに透かしのようなマークが入っております。このように、全日本空手道連盟の何らかのマークがついていないと使えません。足の防具は、ダブルケーフの防具を代用している時もありますので、全日本空手道連盟のマークではなく、ダブルケーフのマークを参考にしてください。先ほどの名宝に似たものは、答えを言ってしまうと、試合では使えません。正面から見ると見分けはつきません。唯一わかるとしたら、ここの前空連のマークがあるかないかぐらいです。横を見ると水野のマークがついていないのでわかるかもしれませんが、パッと見た感じ、見分けがつきにくいです。道着です。道着は競技規定に載っている通りです。インターネットで買うと袖や裾の長さが長い場合がありますので自分で合わせないといけません。あと最近言われていることですが上着の長さ結構チェックされておりますので気をつけてください。外国製の道着を中心に販売されているのですが肩のマークこれは日本の試合では認められておりません。このチャンネルは大変年上の方が多いチャンネルです。ご存知の方も多いと思います。空手は寸止め系と打撃系と分かれております。商品は空手一つとして売っていることもありますので、分けていないことが多いです。今回話したものは試合で使えないだけであって練習では使えるものばかりです。例えば本当の試合はこれを使って練習ではこれを使う。分けている方もいるのでそのように使い分けて使ってみてください。